5月13日になりました。5月、9日は、ロシアで、モスクワで、第二次世界大戦の時の対ナチス戦争、の戦勝記念日が行われました。そんなに長い時間じゃなかったんですが、まあ、兵器がずらずらと出てきて、軍人さんが行進してプーチンさんが演説してというような、まあ、セレモニーですよね。まあ、聞いていたんですが、同時通訳の方の、はい、内容で聞いていたんですが、まあ、大したことは言ってなかった。要するに、まあ、今回の戦争を合理化するその、はい、ウクライナが隠れナチスって言いますかね、ナチスの再現が背景にいて、まあ、EU へ接近して NATO へ接近してですね、NATO の脅威が高まることに対する、まあ、約束違反とか、まあ、いろんな理屈を並べてですね自分たちの戦争を、まあ、合理化しようというそういう匂いのする、はい、ものでした。戦争宣言はしなかったですね。またカクカク勝利をしたということもなくて、まあそういう、はい、ことでした。それで、テレビなどのメディアの、論調を見てますと、まあ、かなり長期化するという方向に、評価が切り替わってきたことと、まあ、随所でロシアが、戦況が不利になってきていると、ウクライナ側の反転攻勢というのが徐々にですね、武器貸与なども受けて、またフィンランド、スウェーデンが NATO で、ね、今度は加盟するという動きが本格的になって、フィンランドはもう決定だけですかねということで、すぐに、はい、NATO 陣営につくということですから、1000キロ2000キロに及ぶ国境線を持ったフィンランドがですね、冬の戦争を経験したフィンランドが、EU に接近する加盟するということになると、ロシアも過去の、まあ、痛い、思い出がありますんでね、ただごとではないという状況を伝えております。そういうことでちょうど産経新聞がリアルタイムでこのウクライナ情勢を報道するサイトを立ち上げておりまして、見ておりましたら、中国の高玉星と読みますか、高い玉生まれると書いて高玉星、元ウクライナ大使をなさっていた方で、まあ、74歳、ちょうど私と同い年なんですが、ある研究機関のシンポジウムで、中国のシンポジウムなんですかね、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって、こういうふうに言ってるというんです。ロシアの敗北は時間の問題だというこれはすごいですね。まあ、中国のロシアに対する態度というのは、知らぬ存ぜぬと言いますか、原則論ばっかりや、話し合いで和平をとかって言って、まあ漁夫の利を縁としてあちこちへこう、まあ、手を伸ばしてるわけですね。まあ、余計な話なんですが、WHO のテドロス事務局長がゼロコロナ間違いだと、もう方針転換しろというようなことで、四面楚歌もいいところで、漁夫の利もどうやって得ようかというような、まあ、ちょっとなんか姑息なやり方が目につくわけですが、そのお膝元でそういう状況を見たのかどうか知りませんが、この方がインターネット上で、そういう発言をされたということがインターネット上からどんどん消えてるということですね。まあ、はい、この江氏、江さんはこの戦争について軍事経済外交世論情報などによる混合戦争だと、まあ、指摘して、これはハイブリッド戦争ということが言われてますので、特に目新しいことではないと思うんですが、ロシアは戦場だけでなく、戦場でも不利になっているという認識ですね。他の領域、まあ、つまり外交経済世論情報ですね、それでも主導権、つまりハイブリッド戦争のあらゆる局面において主導権を失って後退している、したがって敗北は時間の問題だと言うんですね。でこれは数ヶ月なのか数
数週間なのか数ヶ月なのか数年なのか、原因としては背景としてソ連の国力の、衰退があると。ソ連解体後1991年から30年間のロシアの衰退、これをまあ具体的に、おっしゃっていただけると役に立つんですが、まあ、政治経済外交すべての面において、資源もそうじゃないですか、今後もプーチン大統領指導下での復興は不可能だと、こういうふうにして、次期政権を匂わせるような、こういう発言をなさっているんです。でこの方は大丈夫なんですかね。ネット上から全部この記事を消されたということなんで、消されるだけでいいんでしょうかね。まあ、すごい人がロシアにいるもんで、はい。アメリカ、イギリス の、 情報筋、軍事筋によりますと、どうもロシアは超精密誘導ミサイル、まあ、超がつくのはあのミサイルですかね、超高速、はい、超マッハですか、あの、はい、弾道ミサイル含めた超精密誘導ミサイルが、そろそろ底をついてきてるんじゃないかというような分析が出ている。このコウさん の、 あの分析もやっぱりこういうことを踏まえているんでしょうね。はい、あの、まあ、これに対して中国側が、ロシア側が、あの、いやいやそんなことないと、あの、言って、まだまだあの再生力もあるし、あの、そこをついてなんかいないぞと、まあ、いうような意見を言ってるわけです。そこをついているということの根拠に、どうも そのロシア軍は、精密誘導爆弾などのをこう出し惜しみしているというようなことをここに書いてあるんですね。戦争が長期化するだろうという読みがあるんじゃないですか。ですからこれ一気に全部使ってしまうと完全に負けますんで、どうもあの米英国防筋、分析筋の見方がどうも当たってるんじゃないでしょうか。まあ、出し惜しみをして、あの、精密ミサイルを、ちびちび使ってるような感じがしないでもないですね。でまた取ってあると、ということで、あの、下手な鉄砲数打ち当たるみたいな、どうもそういうあの発射の仕方をしてる。それが、まあ、また逆にあの罪のない人民に対する無差別攻撃みたいな結果になっていて、それが、軍事裁判へとつながる、まあ、戦争犯罪として指摘されているということも、なんか紐解けるような気がするわけです。まあ、いずれにしても、虎の子の精密誘導弾などを取っているということですから、これは長期化するんだろうと。はい。でその時に、バイデンさんが武器貸与法、これは第二次世界大戦が、あの、ソ連が、ドイツと戦っている時に、発動して、あの、武器貸与した、まあ、そのおかげでロシア、ソ連はナチスに勝ったと、まあ、自力で勝ったんじゃなくて武器貸与法の武器で勝ったというわけですから、谷のふんどしで、あの、勝ったので、それを戦勝記念日として調子でやってるところはどうもおかしくて見てらんないんです。それと、まあ、まあドイツに勝ったと言いますが、まあ、かなりあのドイツは長期戦で疲れていてね、戦意喪失というようなところもあったんじゃないでしょうか。まあ、地上での、戦線戦に負けたということも、ロシア、ソ連の勇敢さというよりも、もう、疲れて、はい、戦意をなくしてるということがあったんじゃないでしょうか。まあ、それにしても、戦勝記念日が、まあ、再生ロシアの、国力の誇示として、まあ、成功しているということは、まあ、今回もそうなんですが、どうもその見てますと、各国勝利の戦利を挙げた、戦勝はこれだ、で、これから戦争に突入するぞということも言わずじまいの、なんか静かなセレモニーに終わった。で、要するに側近たちが離れていく、オルガルヒ がだいぶ死んで自殺してる、金持って国外渡航してるっていうような、はい、ことを総合的に考えますと、先ほどのコウさんのような、もう長く持たないだろうと、
で、そういう分析になってくるんですよね。で、まあ、蓋に、サルには蓋をしたということですが、全世界はどうもちょっとプーチン持たないぞということで、プーチンはあと誰なんだというようなところにまで広まってきてる。だけど、数年はかかると思います。はい、第一次世界大戦も4年かかってますか。第二次世界大戦も、そうですね、ロシアが、ドイツが、ソ連に踏み込んだ時からいきますと、4年、5年ですかね、太平洋戦争がやっぱり4年かかっているということで、まあ、実質2年半か3年で、負けなんですが、はい、そういうことを考えますと、この対、ロシア・ウクライナ戦争というのも、まだ始まったばかりですが、まあ、3年、4年かかる。しかし、太平洋戦争もそうですが、始まって1年、2年、ミッドウェー海戦が事実上敗北してる、していたというところから、捉えますと、大体日本軍が調子良かったのは1年じゃないでしょう。はい、でそれと同じで、まあ、ロシアが調子良かったのは、まあ、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、半年ぐらいなところで、あと反転攻勢に、退く一方という、そういう、まあ、末路をたどると、はい、いう見通しはできると思うんですね。まあ、いずれにしても今後目を離せない、はい、資源問題も含めてですね、はい、資源大国ロシア、それが売れない、で買ってやらない、買ってくれない、ドイツ最大の、バイヤードイツももういらんと まあ、かなり現状ではロシアから来てるわけ。もういらないと、他から買うぞと、まあ、こんな形になってくるんですね。まあ、日本もサハリンにプロジェクトを抱えているわけですが、場合によっては破棄してもいいんじゃないでしょうかね、はい、ロシアの天然ガス買わないと、じゃあどうするという、まあ、そのどうするかは、まあ、また別の問題になってくるわけですけれどもね、こうして世界中が再生可能エネルギーの新しいエネルギー源をどんどん開発していけば、ロシアには売るものなくなってしまうわけですね。で、それが、まあ、そういうロシアの資源、化石燃料資源がですね、国力の基礎を成しているということで、それが、頼りにならないような状況になるまでには、やはりこれもあと数年かかるだろうと。ここからは私の読みなんですが、ですからあと数年、やはり3年、4年経ってロシアは崩壊すると私は読んでおります。このことを、まあ、詰めていく作業が必要になるわけですが、まあ、ちょっといろいろ論文や本も読みながら、日々刻々送られてくる情報を、まあ、当面は私も仕事を持ってます、ワールドニュースなど、あるいはメディアの論文、情報論文など、もう参考にしながら日々注視していきたいと思います。今日はワールドニュース見てましたら、ウクライナ公共放送が、配信がなかったですね。ちょっと気になりますね。はい、まあ、毎日毎日が、まあ、私にとっても戦争という、